ボンジュー、皆様こんにちは。ブラマニのガクです。おつぶらです。今日はですね、この子 LOL サプライズで有名な MGA 社さんが新しく発売したファッションドールレインボーハイのですね、開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。こちらのですね、レインボーハイというドール、ファッションドールなんですけどね、このようにですね、ドール1体とですね、お着替え用のアウトフィット2着ついているという、かなり豪華なね、仕様のお子様向けのね、ファッションドールになってますね。一応レインボーハイということで、第1弾はですね、このようなラインナップですね。赤い子、オレンジの子、黄色い子、グリーンの子、で、今回のブルーのね、スカイラーさんに、パープルの子とね、合計6種類の他に7色の髪がついたね、白っぽい子と、あとアウトフィットのいっぱいついたね、豪華な特別デラックスバージョンの子2体、この他にも発売しているんですけどね、今回はこのブルーの子ですね、シリーズ1ということで、名前がスカイラ・ブラッドショーという名前なんでしょうかね。なのでこのような感じですごく素敵ですよね。箱もね、このように6種類のね、女の子の顔が下の方にこうメタル調のプリントでね、配置されていて、こう箱もですね、半透明のドーム型のね、こうショーウィンドウみたいな感じのね、豪華な箱に入っていて、反対側にですね、お着替えの2着目のね、アウトフィットとシューズがね、ついていますね。かなり立派な箱ですね。こうキラキラとね、こうきらびやかなメタル加工された箱ですね。綺麗ですよね。それでは早速ね、箱の方を開けてみたいと思います。このような形でですね、ドールが1体とですね、アウトフィットの箱ですね。で、こちらね、アウトフィットの箱の下にですね、ドールスタンドと、あとこちらハンガーですね。ハンガーがついてましたね。それではね、このようにスカイラーさん箱から出してみました。ドールが1体にね、付属品もいっぱいついてますね。まずこちらのね、スカイラーさんのドールですね。かなり大きめのね、重いファッションドールですね。次にこちらのね、アウトフィットですね。白いお着替え用のトップスのアウトフィットですね。白いトレーナーがついてますね。で、袖にレインボーハイのね、文字が入っていて可愛いですね。次にこちらですね。明るい水色のですね、合皮調のワンピースですね。ジップタイプのワンピース。可愛いですね。次にこちらですね。ハンガーがトップス用のハンガーとボトムス用のハンガーがね、2個ついてますね。至れり尽くせりでいいですね。ブルーの半透明のラメのコーム、櫛がついてますね。お人形の髪を溶かす櫛ですね。至れり尽くせりでいいですね。最後にこちらね、ドール用のスタンドですね。半透明の、こちらもね、ブルーのラメのスタンドですね。まずこちらですね、箱に入っている状態のファッションは、このような感じのね、カジュアルなデニムのね、アウトフィットを着た、子になってますね。はい、それではですね、スカイラーさんね、アウトフィットを脱がせてみました。それではスカイラーさんのね、ドールの方を詳しく見ていきたいと思います。彼女のですね、ドールの大きさはですね、約頭の先からつま先まで約28センチぐらいですね。28センチなので、ブライスやバービー、リカちゃんなんかとね、ほぼ同じぐらいの、6分の1のドールになりますね。まあその代わりですね、若干手とね、足が比較的大きめな作りで、頭の比率もですね、普通のバービーやリカちゃんよりは若干ブライス寄りのね、大きな頭のドールになってますね。で、髪の方がですね、サイドパーツのロングヘアのフワイルパーマがかかったタイプですね。かなり綺麗ですよね。で、植毛の方がですね、このように濃いブルーと薄いブルーとビビッドなね、こう蛍光ブルーの3色のね、サランのミックスヘアになってますね。綺麗ですね。まあ、一応ちょっとこうジェルか何かでヘアスタイルが固められているので、ちょっとシャンプーしてあげてね、綺麗にしてあげて、からこう整えてあげようかなと思ってますね。すごく綺麗なね、髪色ですね。で、彼女の肌の色が日焼けした小麦色のね、健康的な肌色ですね。こうモカとかラテみたいな感じの
肌色でしょうかね。でまた彼女ですね、可動ボディになってますね。こう肩が動くのと肘も動いて、で手首もね回るタイプですね。で桃太の部分がですね二重関節になってて、桃太の付け根がね上下に動くような感じで、あとこの桃も回りますしね。で膝もこのようにね前後に可動して、足首はね固定のタイプになってるみたいですね。逆に足首固定の方がですね、立たせた時とかにね、こう安定感があっていいかもしれないですね。下着ですね、下着が水色でね、ペイントされた下着をつけてますね。で、首もこのようにね、左右に回るタイプですね。まあ、一回転しますね。次に彼女のフェイスの方を詳しく見ていきたいと思います。このレインボーハイのドールなんですけど、瞳がね、一番特徴的な感じでしょうかね。このように透明なプラスチックのアイが使われてますね。透明なプラスチックの下から、こうプリントのアイをはめ込んであるという感じでしょうかね。なので立体的な瞳で、こう透明感もあって、すごく綺麗ですね。黒い瞳に濃いブルーと薄いブルーのグラデーションでハイライトがねいろいろ何箇所か入っているタイプですね。本当に奥行きが出てて、すごく綺麗ですね。でまたまつげがねこのようにこうつけまつげパーツがですね、触毛といいますかアイのパーツとフェイスのパーツの間に挟まれていて、人形用のねまつげのパーツだと思うんですけどね、触毛のような感じでね施されてて表情豊かでいいですね。でメイクの方ですね、メイクの方は眉毛がブラウンですね。でアイシャドウの方がライトブラウンの上から濃いブラウンのアイラインが引かれていて、その上からね白いアイラインで、最後に黒いねアイラインがこうまつげがペイントで施されていて、その上からねこうキラキラ光るラメのペイントがねアイシャドウについてますね。 なのでかなり凝ったねメイクですね。でチークの方が濃いめのピンクですね、濃いめのピンクで、唇がピンクのリップに白いこうラメのようなねハイライトが塗られていて、かなり凝ったねリップになってますね。でまたこう全体的にですねこうパール調のこうキラキラ光るこうツヤのあるね塗装が施されていて、かなり立体的なねメイクになってますね。綺麗ですね。このようにですねイヤリングもついておりまして、透明のブルーのパーツにですねシルバーの星がねペイントで施されてますね。綺麗ですね。それでは付属品の方ね詳しく見ていきたいと思います。まず1着目のね箱に入っていた状態のアウトフィットですね。まずはじめにこちらですね、ライトブルーの G ジャンですね。袖にねこのようにシルバーのラインがねプリントで施されているんですけどね、またボタンがねシルバーのボタンがそれぞれねついてますね。まあ素材的にはねお子様のファッションドールなのでそんなに高級感はないんですけどね、こうしっかり細かいところまでねこうジーンズの縫い目とかも縫われててすごい綺麗ですね。次に濃いデニムのねキャミソールですね。ショートタイプのキャミソールになりますね。マジックテープでお着替えさせるタイプですね。次にこちらね白いショートタイプのね丸首の T シャツになりますね。こちらもマジックテープでね留めるタイプですね。でこちらボトムのね濃いデニムブルーのデニムのスカートですね。こちらも前面にシルバーのプリントが施されていたり、ボタンのねモールドが再現されてますね。で後ろでマジックテープでお着替えさせるタイプですね。で特徴的なね半透明のこう面白いベルトがついてますね。レインボーと書いてあるねベルトのバックルもしっかり表現されてますね。次にこちらですね、空の模様のねソックスですね。白い雲がね空に浮かんでる感じで綺麗ですね。次に半透明のシューズですね。ソールの部分が水色と濃いブルーでね色分けされていて、ブルーというねロゴがね入ってますね。で本体は半透明ですね。ちょっとこうラメの入ったし透明の本体に白いね紐の部分がしっかりペイントで施されてますね。表現されてますね。かなり厚底でねしっかりとして安定感があっていいですね。次にこちら2着目のねアウトフィットですね。2着目のアウトフィットは白い長袖のねトップスですね。袖元に、レインボーとねプリントが両腕に施されたね、かなり面白いこうトレーナーっぽい感じのねト
ポップスですね。こちらね、合皮調の空色の綺麗なねワンピースですね。肩の紐の部分にねシルバーのボタンが打ち付けられていたり、こうちょっと全体的にねハードな印象ですね。でこちらジップっぽい感じでこう表現されてるんですけど、後ろでねマジックテープでお着替えさせるタイプになってますね。次に2足目のねソックスですね。白いラメのソックスがついてますね。2足目のシューズはソールの部分がネイビーブルーで、足首の部分がね空色のこうラメっぽい感じの水色のね足首を留めるパーツにオレンジのこうタグがついてますね。そのタグには2020とね今年の年号がプリントされてますね。でベルトの部分が半透明でね、かなり凝ったハイヒールになってますね。はい、それではですね、今回レインボーハイのスカイラーさんのね開封レビューを行わせていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。思った以上にですね本当に綺麗なドールでしたね。今髪ですねシャンプーしてあげたらですね、このようにサラサラ綺麗なねまとまりのある美しいねサランの髪の植毛の子でしたね。こういろいろなね植毛をされていてすごく綺麗ですよね。ブライスさんにもねこういったこうマルチカラーの植毛ね面白いんではないかななんて思いますね。ミックスとかねメッシュなんかのこう植毛はよくあるんですけどね、もっとこう大胆にねこのレインボーハイさんのように大きなこう色のね違いがわかるような植毛もあっても面白いんではないかななんて思ったんですけどね。またやっぱりさすがファッションドールと名前がついてるだけあってね、お着替えのアウトフィットが2種類ついていてね、靴の方もですねこのようにこうカジュアルな靴からこのハイヒールのようにねちょっとこうハイセンスなねこうおしゃれなアダルトっぽい感じのファッションもこうついていて、すごくお着替えのね幅があって、またこちらですねこう2種類のアウトフィットがついてるんですけど、こちらのアウトフィットとこっちをミックスさせたりね、こちらのワンピースと上のトップスをねミックスさせたりして、よりねお着替えの幅が広がって面白いのではないかななんて思いますね。またこのドールのですね愛の表情もですね本当にこう透明感があって素敵なねグラスアイ調のドールに仕上がっていて、すごく好印象でしたね。まつげもねバッチリついてて綺麗ですよね。昔のバービーさんみたいですよね。でメイクもねすごく凝っているメイクで、ここまでね金のかかっているメイクのドールって結構珍しいのでね、お子様のドールでね、さすが MGA 社さん、 LOL サプライズを作ってるね会社さんなだけあるなと思いましたね。またですねこちらですねスカイライナーさんより先にですね開封レビューしていたルビーさんなんですけどね、赤毛のルビーさん、こちらですねこの子の動画開封レビュー時間をかけて撮ったんですけど、すべて消えてしまってですね、僕の不注意でね動画がなくなってしまったのでね、時間ができたら撮り直してねこちらのルビーさんの開封レビューの方も行わせていただこうと思ってますのでね、本当にこのようにですねレインボーハイさん2体並ぶとね花があっていいですね。すごく綺麗な子たちですねレインボーハイね。お値段はねお子様のファッションドールぐらいのお値段で決して高くはないんですけど、なんかこう作りもいいですしね、この表情ですね、お顔の表情も今までのドールにはなかったような感じのね、本当に美しくてね、すごくポジティブで明るい感じのね綺麗な美しいドールだなと思いましたね。これからもなんかいろいろ新作がねレインボーハイさん出るそうなので、少しずつねお迎えしていけたらなと思ってますのでね、どうかお楽しみにしていてください。
それでは今回もね、長々とご視聴いただきおつぶらでした。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。おつぶらでしたね。このような感じでね、美しいですね。こう植毛の量もすごくね、たくさん植毛されててね、こうたっぷり髪の量もあってすごく綺麗ですね。本当になんかお迎えしてよかったなと思わせられるドールですね。 LOL サプライズさんもね、面白かったんですけど、 LOL サプライズの、OMG さんに比べたらもうちょっとこう年齢層上かもしれないですね。